指が、この中に入っちゃったりとか、この穴に指を入れちゃったりすると、口元に手がいっちゃうことがあります。そうすると噛んじゃうことがありますのでね、こう噛まれないように位置でしっかりと持ってください。で、しっかりと持ったら、背中を優しく撫でてあげてください。で、終わったら、箱を回す。そしてのやり方です。じゃあね、背中優秀してよろしくねって言ってから、箱の中に入れてよく観察してみてください。どうぞ。あ、大丈夫です、はい、今からですとちょっともう時間がなくなっちゃいますので、はい、